皆さんこんばんは。天笠屋敷から、ソレスティアのライブです、私たちの音楽楽しんでゆっくりと自分の台所でも自分のダイニングルームでも、スピーカーにつけていただければ嬉しいです。最初の曲はインプロビゼーションです。Thank you.
ありがとうございます、最初は、インプロビゼーションでした。私たちはソラスティアです、サミエル on ピクシーコード、サミエル I'm チャクワチ、ブルース天笠屋敷から。 This is a beautiful、samurai residence, 300-year-old residence, and we're playing in the doma, which was originally the earth floor room. Beautiful beams all around. And so, ここは、鎌倉の天笠屋敷っていう武家屋敷で演奏してるんです。とても、気持ちいいスペースです。最初の曲は、Improvisation で、2曲目は、水海です。私たちのオリジナル曲で、ちょっと海っていう曲に似てるんで、海っていう曲も入ったりする時もある、ね。私たち去年の一昨年の12月から始まったんで、去年のツアーで次の曲よくやったんですけど、Voyage で、 Voyage と、まあ、この Voyage は、宇宙に行く Voyage ですね。その次の曲がコスモス。
ございました、Voyage 旅ですね。それからコスモスでした、今日は尺八とピクシーコイルのデュオです、サミーの楽器は、自分で全部発明して全部作って全部開拓した楽器です。ちなみにこれは尺八ですが、これは、AirBead X というアルミの尺八です。これは最新の技術で作ってる、泉州工房という東京にある尺八の作ってる素晴らしい、方々が開発してるアルミの尺八です。じゃあ次はまた宇宙へ、アストロダンス。
この10月に CD をリリースしました。ソレスティアの、最初の、バンドキャンプでリリースしたダウンロードできる、CD ですけれども、CD じゃなくてアルバムですね。まだ CD は出てないんですけど、アルバムですね。でバンドキャンプでソレスティアで検索したら、ソレスティアっていう、ソレスティア .jp、 そうですね、バンドキャンプでソレスティア検索したらいっぱい出てくるんです。ですから、ソレスティア .jp で、検索していただければ、その CD が手に入ります。Our new album is out on Bandcamp, and it is available. You can see it, you can find it on this, if you look at celestia.jp. So we're going to do another new song. This is called Reflections, Some Sad. 振り返ってみた、ちょっと悲しいっていうタイトルです。
reflections, some sad. ありがとうございます。2020年ね、今年は本当に劇的ですね。それみんなそれぞれいろいろあると思いますが、seeds、Let me just set it up. You want to say something about it, or you're not hooked up, right? Seeds. 聞こえるか? Seeds of creation. 創造の種っていう曲。これで元気が出る。
Thank you. あと、最後の2曲は私たちのアルバムからです。ペチカと、モミジですね。最後はやっぱり締めは、アマヤツカスガツキの、名物の綺麗な、モミジの木をイメージした。その前にペチカ。これはもう今の季節にぴったりですね。あったかい暖炉の前に座って、ぼーっとする。ペチカですね。今日の、企画はこの天勝八木の斉藤恵子さんをはじめ、それから、この中で展示している素晴らしい仏像の、展示会があるんですけれども、よろしければぜひこっちにお越しいただいてご覧ください。いつまでやるんですか、展示会は。5日まで、12月の5日まで、ここで、市毛先生の、仏像の展示をしている。それから今日のコラボレーションはソラスティア、それから音楽、それから、岩切さんのビデオの、あと、プロモーションビデオと写真ですね。本当に感謝です。とても皆さんいかがでしたでしょうか。コメント楽しみです。それから私たちの今日は初めて来ているこの、バリからですね、これはインドネシアの、すごいこう伝統的な、テクスタイルのバティック、の、新しく作っているセレスティアウェアですね。その宇宙観のあるセレスティアウェアです。このバティックはバーリー在住の日本人の方なんですけれども、上田由香さんが、デザインしてくれたんで、今日は初めて来てるんですね。この、4人ともの、インスタグラムやらホームページとかいろいろ私たちの今日のライブの情報に、リンクがありますので、ぜひそれぞれの、ウェブサイトとかご覧ください。ぜひ、楽しんでください。さて、ペチカと、モミジですね。ありがとうございます。Yeah, please count it in.
ちなみに夜、あのピクシコール、尺八のブルーチームのセレスティアでした。ありがとうございました。また今度、実際に会いたい。生で聞いていただきたい。頑張りましょう。ありがとうございました。感謝です。これで終了です。どうも、またお会いしましょう。